KBO のキアに所属する均等なが、キム・ドヨン、21、の、満票、MVP はならなかった。26日に韓国、ソウルで KBO 受賞式が行われ、大方の予想通りにキム・ドヨンが MVP を受賞。101票のうち95票と圧倒的ながら、惜しくも全会一致には至らなかった。大きな受賞式で MVP という栄光の賞を受けて本当に幸せ。 この場に立てるように助けてくださった監督、コーチ、そして家族に感謝いたしますと喜びを口にした。141試合に出場して打率3割4分7厘、38本塁打、109打点、40盗塁、143得点とデビュー3年で次々と最年少記録を更新し、チームを優勝、韓国シリーズ制覇に導いた。 一躍スターに上り詰めプレミア12に出場チームは1次ラウンド敗退したが3本塁打と結果を残し MLB 関係者にも注目された満票 MVP は1982年に一度しかなくキム・ドヨンの快挙に期待がかかったがわずかに及ばなかった韓国メディア世界日報は競争相手がいなかっただけに関心は前回一致に集まった MLB で大谷翔平やジャッジの全会一致投票を受け、KBO のキム・ドヨンの結果も関心を集めたとし、スポーツワールドは、6票届かずに満場一致は不発だったが、歴代3位の高い得票率 94.、94.06%を残した。2024年を自分の年に染めたと功績を称えた。 キム・ドヨンには副賞として車体価格約990万円の電気自動車 SUVEV9 が贈られる。韓国人初の40-40のも万票 MVP もあと一歩届かなかったが若き新生はこれから年をとっても韓国野球が発展できるよう導いていきたい。常に謙虚に野球をすると気を引き締めた。MLB では大谷翔平、KBO ではしばらく。 キムドヨン時代が続きそうだ。